この曲、私が好きなやつ。うん、僕も好き。そうだ、ごめん。今訳あって動きすぎちゃってるかもしれなくて。ごめんが遅いわ。信じらんない。人がどんだけ苦労したと思ってんのよ。ああ、もう。何やってんだ僕。自分の体くらい自分で扱えなくてどうする。あれ、タタラたちのクイックってもしかしてワルツの仕事を応用してるんきゃ。3拍子を4拍子に変換してワルツをクイックのスピードで成立させてる。私ちょっと13番気になるかも。え、どのドレス？赤色で背が低めの子たちなんだけど、不思議と大きく見えるんだよね。なんだか先月イタリアの合宿で言われたことを思い出しちゃいますね。男性がどんなに動こうとカップルの出力値の最低ラインは女性の運動量で決まるって。男性のリードと誘導、実際に推進力につながるのは女性のフォロー。それをさらに男性がリフォローし、次のリードにつなげて力を循環させる。檜山がいいんだよな。体が大きくてストロングで海外の強豪選手によくいるタイプだ。出力値、その解釈なら藤田君は今とんでもないエンジンを積んでいることになる。すごい遠心力。この力どうにかできないか。なんてひどいリード&フォローだ。あいつら分かってやってるんだよな。いい間違い方してるじゃないか。どうしたの清春。まあいいか、そういうのを待ってた。ちぐはぐなのはもともとだ。あいつらはお互いの存在をまるで分かっていない。じゃあどうするか。まず自分たちがどれだけ異なる感性を持つ者同士であるかを知らなければならない。ダンスってやつは他人同士のセッションだ。ずれて当然。乱暴に言えばリード&フォローなんてそのための緩衝材だ。それを気持ち悪いだのわからないだの言うのはズレを埋めるための努力の仕方が間違っているとしか言いようがない。相手を恐れるな。目を閉じ全神経を集中し体で対話しろ。吐きそうだ。内臓が張り詰める。この筆どこまでが自分の体なんだ。デジャブ。これは静岡グランプリの時と同じ四本足の幻影。あの時は頭が体に追いついていなかった。でも今は体が納得したものに従うって決めてる。自分で気づけ。ダンスなんて超感覚な世界、他人の言葉で理解できるわけないんだ。俺は常々思っていた。ダンスにシンクロニシティなんてものはない。あるとすれば、そう、自分の延長線上にある何かぬめっとした気配。重い。この体でどうやって踊ればいい。体が重く感じるのはパートナーが自分のホールドの中に溶け込んでいるからだ。そうか、これは僕の体が重いんじゃない。この重みはじいちゃんの。踊りたいのにじいちゃんが邪魔だ。パートナーを邪魔だと感じるときは相手が勝手に動きたがってるんだ。キャリアのある分檜山の方が踊りが磨かれている。自分の中の美が確立されているんだ。檜山の圧はすごいだろ。それがお前のパートナーの正体だ。だったらお前はこの力
利用するしかない。トトロ、そう、そこだ。利用しろ。重っ。その重さは力に変わる。なんだよあいつ。藤田、お前はラッキーなんだぜ。リーダーのお手本みたいなやつが目の前にいるんだ。いい先生が目の前にいたら嫌でも成長するだろう。クイックのベーシックにワルツをアレンジしてるだけなのにすごくダイナミックに見える。足元はベーシックだが、上半身の使い方を工夫して単調な動きだと感じさせないように演出してるんだ。釘宮組とは全く逆。釘宮組は難しい振り付けを余裕を持って丁寧に踊ってる。動作の一つ一つにベーシックが透けて見えるような基本を重視したダンススタイル。歩幅が大きく上半身が静かな。ダンスの教本に乗せたいくらいの理想的なベーシック。競技界で見るほとんどの選手がそうだ。もちろんそれが悪いことじゃない。だがその中にあって藤田組の異端のダンスは嫌が王にも目を引く。あれじゃまるで戦国さん。でもどうしてここに来て急に。ずっと探していたんだよあの二人は。自分たちの噛み合う形を。筋膜リリースで可動域の上がった藤田の暴走に檜山が順応した。藤田は藤田で檜山の運動量にリードで応えようとしている。あいつらは反発と衝突の先で互いに引き上げ合ってるんだ。その要因となったのは檜山のダンサーとしてのポテンシャルだ。檜山千夏、あんな子が今まで埋もれてたなんて。私の知ってるトトラさんじゃないみたい。藤田のことを素晴らしいリーダーって言ってたな、マコ。トトラさんはいつも人の気持ちに気づいてくれる人なんです。何か一言言えば意味まで察して行動してくれるんです。本当にそれだけか。今のトトラさんは千夏さんのためのトトラさんだ。あんたは最高にいいやつだけど、私はもっと強くて怖いやつが好き。上等じゃない。結局どこまで行っても藤田は藤田。パートナーに寄り添うことで自身の姿までも変えていく。ようやくジャジャ馬を乗りこなしてきたか。